本日は、ちょっと嫌なものを発見してしまったと。そうですね。はい。表から全く見えないんですけども、はい、穴が。あれっていうのは大発見しちゃって。はい、大発見。もう錆びてる鉄板になっちゃってるからですね。つかないと。で本来ならば、ウォーターパネルと、はい、それからホイールハウスのインナーっていうんですが、これのパネルを交換するんですよ、本来は。はい。だけど、部品がもうないと。はい。いうことで、パネルボンド。パネルボンド。それをちょっと今回使用してみようと。はい。でもう部品は作ってあるんですよね。部品はですね、せこせこ作ってきました。はい。これボンドを使用するにあたって、はい、塗装面とか素地以外の部分ってあまり乗りが良くないんですよ。はい。なのでまあ一回塗装をひんむいちゃって、はい、ちょっとまた後頭部が映っちゃうけど。じゃあ、こちらが今回使うパネルボンドですね。パネルボンド 3M、はい、でこれは2液混合のボンドになっているということで、この専用ガンがないとダメなんですよね。そうなんですよ。おしゃれな、かっこいいですね、ガンが。専用ガンがあって、はい、主体硬化剤が一緒になったものがあって、で専用のノズルです。はい。そしたら、はい、こいつにダイレクトに塗っちゃうんですけども、これの前にボディ側を先に、要はあの両方の面に塗布して、それでギュッとジャッっていう感じにするんで、商品説明についてはちょっと、はい、ホームページを詳しく 3M さんのホームページを見ていただいて、見ていただいて、そんなにすぐに固まっちゃうものではないんですけど、はい、それに慎重に進めても、はい、急激に固まるものではないということです。でノズルをつけまして、はい、このノズルは何でも使い捨てなんですよね。そう、一回中で攪拌しながらこう、はい、使えるものなんで、薄い感じで粘度が緩めなんで。そうですね、さっきもこう、うん、あんまりたらっと垂れる感じの、たっぷりやると垂れちゃうんで。はい。これは実際の修理現場でもやっぱり使われるんですか？パネルボンドはね、使います。まあどういうところに使うか、はい、最近だとルーフ、はい、ルーフパネルの両端っていうのかな、はい、両肩の部分、そこに使ってますね。あとはね、こういうクォーターパネルの内側、アーチのちょうど今こう打ってますけど、こういう部分にも使ってます。強度を持たせるというまあニュアンスでやってんでしょうね。スポット溶接の間にこういうのを充填して、はい、ちょっと強度を上げてるみたいな。強度とスポット溶接だと点で止めるのが、まあ、ボンドだと面で止める感じになるんで、そういう感じですよね。多少剛性が出るんじゃないかっていうことですね。で一回これ合わせをしてあって、はい、一回タッピングで仮止めをしてあるんですよ。その穴の位置を一応目標に。もうすでに見えないんですけど。こうパネルボンド塗っちゃったんで見えなくなっちゃった。ここですね。ぴったりっぽいですね。バッチリドンピシャですね。で一回もうこれつけちゃったやつは、はい、もうこのまま永久につけるって感じで一回もう外さないです。あ、このネジはですね、ええ、もう穴もそのまま埋まっちゃうし。あ、本当はなんかこうビーターみたいなのを当ててクランプすると、はい、全体的に止まるんですけど、それ作るの忘れた。ありったけのクランプを想像します。じゃあ
こんな感じで、はい、一通り固定が完了して、固定が入ったんで、これはじゃあこれで後に完成、はい、乾燥した後を楽しみにしましょう、はい、メカニック TV。 ちょっと今パネルボンドが硬化中ということなので、ちょっと別の部分に取り掛かってみたいと思います。でこの、トランクの高さずれですね。でも締まりはめっちゃいい。スッて締まる。まあこれに合わせて調整しちゃってるんでしょうね。はい、でこれをどう直すかで見ると、こっちは割にまっすぐなんですけど、この折れ目をきっかけにちょっと台座が、上っ側に向いちゃってる、はい、なので締まりきった時に本当はもうちょい下まで行かなくちゃいけないんだけど、うん、ここがもう限界なんですね。こう詰まっちゃう、うん、というか当たっちゃって、これじゃ締まると若干上を向く。これをちょっとじゃあ修正してみます。はい、入りが悪いな、ちょっと厚すぎかな。前に出てきちゃダメなんですね、木片が。そうなんですよ。変わりません。これでも曲がんない気がするよね。ついよね。ね、万力で挟んでね、やってくる。ちょっと映像はないんですが、曲げてきましたっていうところですね。余計にひどくなった。なんかそんな気がしますね。逆にやった俺。こう。こう曲げちった。ああ、こう、こうだ。こうだ。逆だよ。逆ですよ。何やってんだよ。さあどうでしょう。感じとしてはいい感じじゃないですか。ちょっとマシになった感じですね。お、お、いい感じですね。左右均等な感じになりましたね。じゃあやっぱりヒンジが曲がってた説が有力っていう感じですかね。曲げる方向さえ間違ってなければ一発で終わってましたね。このロットがもしかしてこうなってたじゃない、はい、なんか合ってるように見えるよね、はい、だけどこれ締まると当たるんだわ絶対。本当です ね余裕で当たりますもんね。でこれで無理くり締めると浮くよね。こいつ支点にしてこうやるから、はい、確かこのロットにもちょっと当たった感じの跡があるんですよね、うん、真ん中に、ね、でかけた時にこの曲がりって不自然だよね。はい、ここをくの字みたいになっちゃってますもんね。なってるよね。これって風が吹きゃ折れちゃうよね、うにゃって。うん、確かに。だったらもっとまっすぐ、最短距離でまっすぐだよね、普通。そうですね。ということでこいつが悪いね。これをじゃあ曲げてみます。これも曲げてくるよ。ちょっと叩いて直してきたんですけど、はい、ここの突起とロッドのあたりは、はい、干渉しない、当たらないとクリアしてると。でロッドにも溜まって、はい、フューズボックスの干渉もないと。
いう風な仕上がりにしてきました。はい、はい、だからおそらくこのトランクが浮いてしまった原因は、まあ、風に煽られるとかでロッドが曲がった状態に気づかず、うん、無理やり締めてしまって、そうですね、おそらくね、はい、お疲れ様でした。はい、まあ、じゃあ今日は、パネルボンドつけるところと、トランクの修正をやったので、ね、あと残ってるのが右側のインナーの方のパネルボンド接着をまた同じようにやらないといけないと、はい、またね、同じように、はい、でまあ、そしたらあとはこう表面を仕上げていくっていう感じになる、ね、そうですね、やっとこれで、インナーのパネルが貼れたら、はい、外側のパテを鳴らしていってほぼ塗装に向けて、はい、まあ、一段落できるんじゃないかなと思います。わ、はい、かりました、はい、また次回お楽しみにということで、本日のメカニック TV はここまで。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。